日本、鹿児島県鹿児島市、わだわだは、鹿児島県鹿児島市の町邸旧薩摩国谷山郡谷山郷和田村、谷山郡谷山村大技、和田、鹿児島郡谷山町大技、和田、谷山市和田町、鹿児島市和田町。郵便番号は891-0143。人口は6816人、世帯数は3164世帯。 和田一丁目から和田三丁目までがあり、和田一丁目から和田三丁目までの全域で、住居表示を実施している。鹿児島市南部、和田川下流域に位置している。町域の北方には、谷山中央及び次元寺町、南方には坂の上、西方には河福本町、東方には、南久市がそれぞれ隣接している。町域を南北に、国道二十五号、 東大に、鹿児島県道219号玉取り、長間鹿児島高専が通っている。教育施設は、中央部に、鹿児島市立和田小学校、南部に、鹿児島市立和田中学校が所在している。和田という地名は、海の神である和田摘みの名前の一部である和田がなまり、和田と呼ばれるようになったことに由来する。和田からは、弥生時代のものと見られる。 和田玉林遺跡が発見されており、弥生式土器や石器が出土しているが、1967年に谷山市によって発刊された谷山市市によれば、和田玉林遺跡自体は未調査であり、全体像は不明である。三国名小図に掲載されている、伊佐千佐神社の差し絵和田という地名は、室町時代より見え、薩摩国谷山郡のうちであった。 中世には、和田村や和田名として見える。王永七年の島津元日栄下に、薩摩国谷山郡和田村並びさや脇半分ことと、書かれ、遺作被作用死にずつが割れた。和田には、和田城があり、山田諸三郎によって築かれたとされる。文案五年の、伊佐千佐権現壺付によれば、谷山和田のうちが、伊佐千佐神社領となっており、下月二重家祭伝。 八月悲観のお祭りの伝辞とされている。戦国時代になり、玉林城は、島津種久が谷山を漁した際に、家臣らに守らせたが、後に、島津高久に降りたとされる。江戸時代には谷山軍、谷山号のうちであり、村高は、天保号町では538国余り、軍村高辻町では591国余り、 三州五地西洋欄では569国余り、急行給料取調べ町では538国余りであった。農村であった和田村には庄屋が置かれ、上福元村の麓に置かれていた地頭狩リの管轄下となっていた。村域内を山川路が通っており、和田村の南部海岸には七津島と呼ばれる小島が点在していた。万円元年には、 和田浜で大火が発生し、住居97個と非住居43個が消失し、離災者数が494人に上った。1889年に町村制が施行されたのに伴い、それまでの谷山号にあたる、河福本村、上福本村、松崎町、塩谷村、和田村、日向川村、中村、山田村、五ケ別府村の区域より、鹿児島郡、 谷山村が成立した。これに伴って、それまでの和田村は、谷山村の大技、和田となった。1897年4月1日に、鹿児島県下国海並軍海変更及び群、廃除け法律が施行されたのに伴い谷山群が、鹿児島軍に編入され、谷山群に属していた。谷山村は、鹿児島軍のうちとなった。 1924年9月1日には、谷山村が、調整施行したことにより、谷山町の大技となった。1958年に、谷山町が単独施政施行し、谷山市となり、同時に大技を町に改め、それまでの大技和,和田は、谷山市の町、和田町となった。1967年4月29日には、谷山市が、 鹿児島市と対等合併し、鹿児島市となった。それに伴って、鹿児島市の町、和田町となった。1996年2月13日に、和田町、谷山塩谷町の一部にあたる谷山第一地区において、住居表示を実施されるのに伴い、町名整理が行われ、和田町、谷山塩谷町の各一部より、和田一町目、和田町の一部より、 和田二丁目が設置された。同年11月18日には、次元寺地区において、住居表示が実施されるのに合わせて、和田町及び、上福元町の一部が、次元寺町に編入された。2008年2月25日には、和田町及び、下福元町の一部にあたる坂上地区において、住居表示が実施され、和田町及び、下福元町の一部より、 坂の上一丁目が新設された。2013年11月11日には、和田地区において、住居表示が実施され、和田町の全域及び、谷山塩谷町の全域より、和田三丁目が設置された。それに伴って、和田町及び谷山塩谷町は廃止された。以下の表は、国勢調査による、 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立和田小学校、伊佐千佐神社市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。和田トンネル。トンネル上を通るのは国道225号である。和田町に関するカテゴリー。ありがとうございます。